ヨーストレーシングがイムッサ GT チャンピオンシップで使用したポルシェ962ヨーストレーシングはドイツのレーシングチームである。日本のメディアではイエストとする表記もある。スポーツカーレースの競合チームの一つであり、自動車メーカーのワークス活動を代行することもある。1978年に元ポルシェのワークスドライバーであったラインホルトヨーストによってバルミヒエルに設立された。 以降耐久レースをメインに活動。1985年のルマン24時間レースには、独自に、モトロニックのセッティングを施した、ポルシェ956バイトを使用して、ポルシェワークスに打ち勝つなど、ルマン24時間レースで13勝を挙げており、ルマンに参戦するチームの中でも有力な存在である。また、1988年のルマン24時間レースには、 ワークスシャシーのポルシェ 962C であったシリアルナンバー962から004を譲り受けて参戦したり、1989年のルマン24時間レースには準ワークスとして参戦するなどポルシェから深い信頼を得ていった。この時期にはブルーンモータースポーツ、クレマーレーシングと並んでポルシェの三強と並び称されることもあった。1991年から イムッサ GTP に本格参戦、開幕戦、デートな24時間レースで優勝を記録した。その後もアークス・ポルシェと密接な関係を保ち、ポルシェがイムッサ用に開発してお蔵入りしてた TWR ポルシェ WSC-95 をヨーストが拝借。1996年と1997年のルーマンを連覇してみせた。 翌1998年、必勝オキスポルシェは、ヨースト陣営をワークスに取り込み、水冷フラット6プラス6速シーケンシャルの最新コンポーネンツを搭載した2台を LMP1 から98として参戦させている。1998年にアウディと契約して、以後はアウディの事実上のセミワークスチームとなり、アウディのプロトタイプレーシングカーの開発や、 レースオペレーションに深く関わり、R8 でルマンを連覇するなど耐久レースにおいての強さを見せつけていた。2003年にはベントレイのスピード8でルマンを制覇するなど、使用車両に関係なく強さを発揮するなど、耐久王の名にふさわしい活躍をしていたが、2016年にアウディが同年度をもって、 プロトタイプレーシング活動からの撤退を発表し、およそ20年近くにわたる両者の関係に終止符が打たれた。2017年中盤に、それまで、ユナイテッドスポーツカー選手権の P クラスに、ダッピー車両で参戦していた、北米松田は、2018年からは、従来のスピードソースに代わり、ヨーストにオペレーションを委託する旨を発表した。これによりヨーストは、 約2年ぶりにプロトタイプレーシングの世界に復帰することになった。マシンはライリーマルティマティック製 LMP2 をベースにした RT24P で心臓部には英国エアー製自家4ターボを収める。しかし2020年3月、北米松田は同月のセブリング12時間レースを最後にヨーストとの関係を終了することを発表している。2021年は アメリカのスポーツカーメーカーであるグリッケンハウスが新たに開発するハイパーカー SCG007 で FIA 世界耐久選手権に参戦するのに際しレーシングチームのサポートを行うルマン24時間レースで2000年から3連勝したアウディアール8日本の名レース100選バックナンバーオートスポーツウェブ2017年3月30日閲覧 グレーン、シートルマン P63。グレーン、シートルマン P71。ルマン伝統と日本チームの戦い P112。レーシングオンアーカイブズボリューム 133A 書房、2019年2月7日。55ページ。新プロトタイプ。マツダ RT24P。LA オートショーでアンベールハットムズリシンさんのツイートイムスサ。 新型コロナによる中断が、松田ヨーストからの体制変更を、より、良い形にしたと、ティンクネルマイナスオートスポーツ2020年7月1日、WEC、ヨーストレーシング、グリッケンハウス LMH へのサポートで、モチベーションにあふれている、オートスポーツ2021年1月7日。ありがとうございます。